はい、人間の皆さん、こんにちは。 IT 系マチョバーチャル YouTuber のくれないです。チャンネル登録者数も998人、あとちょっとで1000人だね。みんなの協力もあってね、ここまで増やせて本当に嬉しいと思ってるよ。ありがとう。今後はこの大きなコミュニティを生かして、人間のみんなも巻き込んでいけるような企画をちょっと考えていきたいなと思ってる。勉強会とか質問会とか、ちょっとした大会とか企画とか、みんなの知ってる情報を僕も経由して知れるし、他のみんなもね、知れるようなコンテンツを作れたらいいなと思っていろいろ考えているところ。もしね、こういうのやってほしいっていうのがあったら、気軽にコメントとかマシュマロとかちょうだいね。最近ね、少し悩みがあって、最近の僕の動画難しすぎる説があるんだよね。難しい内容をビジュアライズして、厳密でなくてもいいから理解の助けになるようにするっていうのが僕の動画のコンセプトなんだけど、それとも少し難しすぎるかなって最近思ってるんだよね。暗号の動画ばっかり出しても、僕もみんなも飽きるかなと思っていろいろ考えてるところなんだけど、もしなんかこういう話聞きたいよっていうのがあったら、マシュマロとかコメントとかで気軽に教えてくれると嬉しいな。ちなみにネタ帳が手元にあって、暗号系がね、楕円曲線暗号の、Windows のね、脆弱性の話と、あと、ラクーンアタックっていうね、ディフィー・ヒルマンの鍵交換の格子暗号の攻撃の脆弱性があるんだけど、それの紹介と、あと、メルセンヌ・ツイスタっていうね、乱数の、PHP で使われている乱数のアルゴリズムがあるんだけど、その乱数の予測と、あと、春風 CTF でできたね、ヒドゥンナンバープロブレムっていうのの紹介だね。で、暗号系以外のやつが、これ視聴者参加型の予定なんだけど、DOT ファイルズっていうね、みんなのこの VIM の設定とか、あとバッシュの設定とか、ドットバッシュ RC とかドット VIMRC って言われるし、DOT ファイルズっていうものがあるんだけど、それをね、ちょっとみんなから、もらって、で、それを紹介するっていうものを考えてたりとか、あと Bproof を使ってパフォーマンスチューニングをしてみる動画とか、あと好きな OSS を、言語のソースコードレベルで紹介したりとかね。あと、いろんな言語でライブコーディングして、こうでガベージコレクションがある言語、ない言語ではこういう風に気をつけて実装しないといけないんですよっていうのを紹介とか。あと、テスト駆動開発の、紹介とか。あと、Git のね、トラブルシューティングの動画とか。あとね、競技プログラミングだとダイナミックプログラミング。動的計画法 DP って言われてるやつだね。もうちょっとね、入門動画を考えてみたりとかしているところ。もしね、こういう、この中で聞いてみたい話とか、あと、この中にないところで聞いてみたい話とか、そういうものがあったら、コメントとかで書いてくれると嬉しいな。前はね、ちょっと次、メルセンヌツイスタの乱数予測の話書いてみようかなと思ったんだけど、最近ちょっと話難しくなりすぎてるし、ちょっと入門向けの動画出してもいいかなって最近思ってるかな。そんな感じかな。じゃあ、今日はね、VIM の FZF のプラグインについて紹介していこう。さあ、それでは、FZF の説明をしていこう。僕は、デインっていう VIM のプラグインの管理のツールを使ってて、それはこんな感じで、コンフィグの NVIM の中で、定義してるんだよね。で、こんな感じで止まるファイルがあるんだけど、そこに FZF っていうファイルと、あと FZF.VIM っていうファイルがあって、こんな感じで使うとできる。で、このフックアットっていうのが、その僕のVIM の管理方法の一つなんだけど、プラグインごとに設定するファイルを分けてて、で、こんな感じで、この FZF の設定は、このソースしてくださいねっていうのを、こんな感じで書いてる。で、ファイルを開いてみると、こんなことが書かれてあって、ここにキーバインドが出てきてるんだよね。リーダー F ってやったら、ファイルズ。で、リーダー B ってやったら、バッファーズを使いますよっていう風になっている。で、実際に使ってみよう。OpenSSL のディレクトリで NVIM を起動して、で、ファイルズって打つと、FZF の機能を呼び出すことができる。RSA 暗号の紹介した BNPrimes っていうファイルを探したいときは、こんな感じで BNPrime って打つと、ファイルを検索することができる。で、これで .c ファイルも開けるし、僕はさっきキーバインドをやってるから、リーダー F ってやると、こんな感じで BNPrime.h ってやると、こんな感じでファイルを開くことができる。で、
ビームはいろんなファイルを開いたものをバッファーズっていうところに溜め込んでて、でバッファーズに溜め込んだものはこんな感じで保管するようになるよね。で、バッファーズを開く FZF のコマンドもあって、リーダー B ってやつと、僕の場合の設定だとこんな感じでフレームを開くことができる。ちなみに VIM のファイラーっていうのはいろいろあって、それナードツリーっていうのと、あと VIM ファイラーっていうのと、僕が今使ってるのが DefX っていうやつだね。リーダー E で開くのっていうんだけど、こんな感じでファイルの検索をすることができる。テストとか、アボートテストと C を開くと、こんな感じでテストファイルを見ることができるっていうね。開いたら、バッファーに積まれるからこんな感じで検索をすることができる。これが FZF の機能の説明だね。あ、ちなみにね、ちょっと FZF の話じゃないんだけど、ちょっと僕、フィッシュの上のここディレクトリ表示してるとこあるでしょ。ここをちょっとね、改造してて、こんな感じですごい長い名前をつけたら、ここ横幅足りなくなるんだけど、足りなくなった時はこんな感じで省略記号にするっていう、ちょっと拡張を自分で作ってて、したら、一文字だけ OpenSSL の O とロングロングロングのロングとロングのロングとみたいな感じでこう省略記号になる、自動的にこう切り替わるっていうねツール作ったんだよね僕のね DOT ファイルズね公開してるから、ぜひそこの設定見てみてね。あ、当然僕の NeoVim の設定も DOT ファイルズにあるから、そこ見てもらったら、今回の FZF とこの DefX との、設定方法もわかるから、まあ、そこでインストールしてもらえればいいかなと思う。じゃあ今日はね、こんな感じで FZF の紹介を終わろうかな。じゃあ次マシュマロ読んでいきましょう。数ヶ月前クリプトの勉強を始めました。 RSA やエルガマル暗号といった初等的な数論がベースとなっている暗号について勉強していたのですが、どうやら CTF では楕円曲線や格子など応用的な数学がベースとなっているものも多いように見受けられます。クリナイさんはどれくらい勉強してからこれらに触れるようになりましたか？また勉強するなら楕円曲線暗号と格子の問題どちらを先にやるといいですか、っていう質問ですね。ありがとうございます。確かにね、最近ちょっと楕円曲線とか格子などの問題多いように感じますね。RSA とかエルガマルとかだと多分問題の被り結構多くなっちゃって作文が難しいのかなっていうのが僕のなんとなくの理解だね。で、僕がどれくらい勉強したからこれらに触れるようになったかっていうと、CTF やる前にまずね、暗号技術入門っていう本と、あとクラウドを支えるこれからの暗号技術っていう本は読破してて、で、楕円曲線暗号に関しては、クラウドを支えるこれからの暗号技術っていう本を読んだだけ。で、攻撃方法とかに関しては、毎回ね、その場で調べたり考えたりしてるから、普段から調べてるわけじゃないかな。で、格子に関しては全く勉強しなくて、CTF 始めてから全くわからんとなったので、割と最近格子暗号解読のための数学的基礎っていう本が出てて、で、それを読んで、格子を勉強したね。2019年9月30日に、初版が出てて、僕はそれの第一冊になってるね。それを読んで、格子を勉強したね。で、まあ、それだけあれば、あとはもう、当日、ノリで式変形して、未知数をちまちまと減らしていって、で、漏洩してそうなビット数からこう少しずつ情報抜き取っていくと、毎回なんか気づかぬうちに問題が解けちゃったみたいな感じこんな感じだね。で、また勉強するなら楕円曲線暗号と格子の問題どちらを先にやるといいですかっていう問いに関しては、楕円曲線に関しては、とりあえずその簡単なアルゴリズムだけ先にこうどうなってるかだけパパッと勉強しておくと、まあ、当日混乱しなくていいかなと思ってて、まあ、攻撃方法に関しては正直僕は後回していいかなと思ってるかな。で、そこでちょっとパパッと先に勉強しちゃった後は、個人的にはね、格子の勉強を先にやることをお勧めするかな。格子は結構ね、基本的な知識を抑えるとかなり応用先がたくさんあって面白いから、個人的にはおすすめ。で、楕円曲線暗号の攻撃方法に関しては、まあ、楕円曲線暗号にしか使えないものも多いけど、まあ、格子のね、攻撃方法に関しては、ディフィー・フェルマンの、なんかね、問題とかにも応用できるし、あと RSA とかね、乱数の予測とかにも応用できるかもしれないから、まあね、そういうところで
応用先の多い講師の方が個人的におすすめかなと。勉強するのにも結構時間かかるからね、講師の方僕はおすすめします。まあ、ただね、お好きなように勉強したらいいと思うな。好きに勉強したらいいと思うじゃあこの質問はこんな感じで、じゃあ次の質問に参りましょう。魔女の年越しはどんな感じですか？年越しそばとか食べますか？っていう質問ですね。こんな質問も来るもんなんですね。びっくりした。僕の年越しか、僕、毎年、1月付近になるとちょっとね、悪い子だから森の奥に幽閉されるんだけど、そう。そこでね、ネットもつながらないしで、結構数学の勉強とかしてることが多いかな。で、年末なんかテレビ見ながら数学の本読んで、年越す感じ。で、そばは結構食べるね。年越しそばは結構食べるんだけど、今年ちょっとそばの調達に失敗して UFO 食べてたね。台所にあった UFO を食べた。そんな感じだったね。みんなはね、ぜひネット環境のあるところで年越しでみんなとツイッターで楽しんでもらえたらなって思ってる。森にね、幽閉されないようにみんなもね、いい子になりましょうね。じゃあ次の質問入りましょう。ポーンが苦手な私におすすめの初心者向け CTF はありますか？僕もポーン苦手だね僕もポーンが苦手だから説得力はないんだけど、魔界の CA が言ってたのが、ponable.kr っていうページがあって、そこは結構おすすめだよって言われた。あと、ビコ CTF も結構ね、簡単な問題から難しい問題もあって、結構、問題の幅が広くて初心者にいいよっていう話を聞いたね。だから、そこら辺のページ、やってみるといいかも。概要欄に URL 書いとくから、ぜひチャレンジしてみてね。じゃあ次の質問いきましょう。マスター紅は、シェルスクリプトってどうやって学んできましたかっていう質問だね。これはね、この一言に尽きるね。ドキュメントを読もう。みんなね、ドキュメントを読もうね。例えばね、バッシュの場合はマンバッシュっていうのがあって、それを見るといいかな。よいしょ。マンバッシュってやつと、バッシュのマニュアルが出てくるんだよね。例えば、こんな感じで見下していくといいんだけど、こんな感じで見下していくといいんだけど、例えばね、ここにコマンドフォームービングっていうのがあって、わかりやすいところだと、バッシュのこういう風にね、ショートカットキーみたいなのもここで教えてくれるんだよね。コントロール A でビギニングオブラインに行きますよとか、あとコントロール E でエンドブラインに行きますよとか、ちょっと出ようか。こんな感じね、移動できるね。こんな感じ。で、こんな感じでマニュアルがあるから、まあ、これ一通り読めば結構バッシュ詳しくなれると思うな。あとは、こういうドキュメント読む上で大事なのが、どういうところで使えるかなって考えながら読むことだね。で、まあ、思いつかないものもたくさんあるからいいんだけど、まあ、定期的にドキュメントを読み直して、あ、過去のここはこういう風に書けばよかったっていう風な発見がね、ドキュメント読んでるとよくあるから、まあ、何回か読み通して、で、よりその自分の過去のコードとかを良くしていくことが結構勉強につながるかなって思う。で、バッシュに関してはワンバッシュが良くて、で、フィッシュに関してはね、フィッシュのマンもあるんだけど、僕は結構ウェブのドキュメントで見ることが多いかな。ここでね、フィッシュのドキュメントがあるんだけど、まあ、ここでね、ここでも、例えば、ショートカットキーなんかが書かれてあって、どこにあるかな？マックス。あ、あったあった。ここに書いてるよね。入手なっちゃったね。ここかな？ほら、コントロール A で、ビギニングオブラインに行きますよとか。あとは、オルト T で、2つの単語を入れ替えますよっていうとかね。ほげほげ、グラフが、ほい、こんな感じで、ね、入れ替えてるね。だからね、ここに書いてるから。みんな読もうね。読まないんだよね。
ドキュメントね。でちなみに、微妙なドキュメントここにあって、これ読むとね、相当詳しくなれるよ。知らないコマンドとかもね、たくさんあると思う。なんか、マークトイドとかね。なんか結構マニアックなキーもあるんだよね。なんか、センテンス先に進むとかね。あと、セクション先に進むとか、いろんなコマンドがあるよね。結構、知らない人も多いんじゃないかなと思う。結構いろんな発見があるから、どういうところで使えるかっていうのを意識しながら、自分の使ってるツールのドキュメントっていうのをね、読んでいくと、いろんな発見があっていいと思うよ。それで上級者に気軽になれると思う。まあ、上級者は言い過ぎかな。中級者ぐらいでもね、簡単になれると思う。ぜひね、みんなも読んでいこう。じゃあ今日はね、マシュマロ読めこんなところで終了しようかな。はい、ということでね、ここまで見てくれてありがとう。このね、くれないふラジオはちょっとみんなのね、マシュマロに支えてもらってるから、ぜひね、今後も、ね、たくさんマシュマロいただけると嬉しいな。ちなみにね、今ちょっとね、実は8件ぐらいマシュマロをいただいてて、そのうち4件紹介したんだけど、まだマシュマロ残ってるから、ちょっとね、今後もゆっくり紹介していこうかなと思ってる。ね、じゃあ次。あと次の動画か。次の動画はね、トリビーの紹介をしようかなって思ってるから、ぜひね、楽しみにしていただけると嬉しい。じゃあね、ここまで見てくれてありがとう。よかったらね、高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。じゃあ、また会える日を楽しみにしているぞ。バイバーイ。